アッシュクリムゾン。タメ剣必殺技と特殊技を使った固めで安定した試合運びができる非常に扱いやすいキャラクターだ。後ろ B からの有効連携を紹介しよう。後ろ B ガード後、割り込んでくる相手にはテルミドールを出しておこう。相手の割り込みを阻止できる。ガードを固めている相手にはテルミドール後に再度連携を組むといい。必要な技は一通り兼ね備えたデュオロン。目を見張るスピードとラッシュで相手をねじ伏せることが可能だ。基本連続技後の有効な置き攻めがこれ。連続技で浮かせた相手に近距離立ち入りを決めたら、弱の飛毛脚を出して相手の裏に回ろう。着地際にしゃがみ B を重ねて再度連続技を狙うのが一つのパターン。逆に飛毛脚の後少し歩けば、このようにガード方向を惑わすことができる。この2つを使った2択はかなり見切られにくい。またガードの硬い相手にはいきなり水手魔脚砲を狙うのも強烈だ。接近戦主体のパワーファイターで、一発が大きいのでツボにはまった時の爽快感が抜群だ。激剣の後は密着状態になるので最高砲撃を狙いやすい。うまく決めたら再び激剣につなごう。激剣後に割り込んでくる相手には近距離立ち C から連続技だ。ブレーキングを使った連続技が光るテリー。一つ一つの技をどう使っていくかが腕の見せどころだ。
強パワーチャージ後の置き攻めを紹介しよう。相手をダウンさせたら弱パワーウェーブを重ねてジャンプ D から攻めていく。先ほどの連携を見せておけば着地後の下段がヒットしやすい。特殊技を使った地道な連携と堅実な対空でじわじわと体力を奪っていけるキャラクターだ。城東の強力な技はこれ。この技は隙が少ないため相手の割り込みを潰すことができる。ガードし続ける相手にはどんどん使っていこう。ジャンプ攻撃で潰そうとする相手には強タイガーキックで返り討ちにしよう。グリフォンマスク。新たなる投げキャラクターは打撃の性能もなかなかのもの。相手をねじ伏せてジャスティスハリケーンを狙え。グリフォール後の味覚を紹介しよう。通常投げの後にグリフォールを決めたら起き上がりにジャスティスハリケーンを重ねられる。ジャンプで逃げようとする相手にはしゃがみ A を当てよう。ポセイドンウェーブからグリフォールを決めた後もジャスティスハリケーンを狙おう。ジャンプ防止には 8C が有効だ。